演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、本日はこちら。ミニストップの焼き菓子で先日ちょっと集体を探して食べられなかったこちらの2種を食べていきたいと思います。おーこと食べるぞ。まずはこの分厚いバームクーヘンから。名前の通り結構触った感じがふわっとしていますね。では断面がこんな感じでやっぱり大きいですね。ではいただきます。あの見た目通り非常に大きなバウムクーヘンですが、しっとりしているので現在的に口の中でスーッと消えていくような感じですね。そこまで一瞬で消えるというものではないです。全体的に食べやすくボリュームもあって大満足できました。ただもうちょっと味があってもいいかなということでこちらの点数とさせていただきます。だからフレーバー商品を変えようって話なんですけど、ないんですよねこれ。難しいのかな、大きいと。ではもう一つのカステラの方いきたいと思います。カステラというだけあってか、ちゃんと下に紙がついてますね。紙がついてることはカステラの足というわけでもないとは思いますが、はい、こんな感じです。これも分厚いですね。おっ、こちらはしっとりと言ってますから、ふわふわのような気持ちですね。ではいただきます。生地の中は本当にしっとりしていて、でもやっぱりふんわり感もあって、で卵の風味は非常に強かったです。卵の甘みが口の中にふわっと広がってきてとっても美味しかったです。バウムクーヘンよりふんわりして食べやすかったのも良かったですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。これもいろんな味食べてみたくなりますね。というわけでミニストップで買ってきた焼き菓子はこんなところこれで全部。また機会があれば買って食べてみたいと思います。美味しいですよね。では。こぞ今年ルーブル美術館か行かぬこと、いや行くのか行かないのかどっちなんだよって話ですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞宣言。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。